どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日は、10月、えー、今日が11日にこれ撮影させていただいてるんですけども、えー、明日ね、関東に台風が直撃ということで、えー、皆さん、台風の準備されましたかまあ、私はもう本当にちょっとね、自転車を入れ、え、家の中に入れたりとか、えー、買い物をね、早めに行って、ちょっとね、多めに食材買いに行ったぐらいしかね、してないんですけども、 えちょっとね、私も専門家じゃないんで、こうした方がいいですよっていう立場にはないんですけども、今回はね、航空便遅延保険についてね、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、今ね、あの、もう、あの、明日の便っていうのはほとんどね、欠航が決まっていますよね。ですので、まあ、あの、遅延でね、空港で待たれる方っていうのはほとんど少ないんじゃないかなと思うんですけども、海外にいてね、日本に帰れないっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですよね、飛行機。 到着できない、あの、着陸できないのでね。まあ、そういう方、まあ今からとってもね、まあしょうあの、今から言ってももうどうしようもないんですけども、えー、この、一番ね、この空港、航空便遅延っていうのはね、あの、飛行機によく乗る方だと、一番遭遇する率が高いんですよね。ですので、えー、この航空便遅延保険っていうものにね、えー、入っておく。まあその保険 保険をね、持っていると、えー、すごいね、心強いサービスになりますので、今回そちらについてちょっと紹介していきたいと思います。で、この、えー、航空便遅延保険自体はですね、まあ、どういうものかっていうと、まあ、4時間以上、えー、結婚した場合あの、遅延した場合とかに、まあ、食事代やホテル代とかは、ね、保証されるっていうもので、えー、基本的に、ねあの、航空会社っていうのは、 飛行機が遅延して、まあ、お詫び金で1000円出たりとかね、そういうものがあったあ、あるにしろ、まあ、それ以上はね、基本的には何もしてくれませんので、まあ、あの、結局、その遅延して、えー、食事代が必要になった。あの、本来飛行機で機内食食べる予定だったけど、えー、レストランで食べなきゃいけなくなったとかね、結局遅延して、 えー、ホテルにか、ホテルじゃない空港に缶詰になるからホテルを抑えなきゃいけなくなったっていう時に、まあこの保証が適用されるということで、で、この、この保険がね、あの、蓋してくるクレジットカードって結構限られてていまして、えー、今回ね、その対応してるクレジットカードをね、紹介していきたいと思います。で、まずね、あの、結構有名なんですけども、こちら、セゾン、 ゴールドアメリカンエクスプレスカード。こちらですね。セゾンの、えー、セゾンのね、えー、アメックスのゴールドカードなんですけども、えー、こちらはですね、年会費が1万円税込みでかかります。ですがね、あの、こちらのクレジットカードも初年度年会費無料キャンペーンをやっておりますので、1年間は無料で維持することができます。で、えー、この知恵に対する保険額が3万円出ますので、まあ、ああのー、 三万円出るということなんで、しかも、こちらはですね、家族も自動負担なんですよ。自動負担と利用負帯ってありますよね。この予定、この飛行、まあ旅行の予定の決済をこのクレジットカードで切ると適用っていう場合と、持ってるだけでいいですよっていう、まあ二パターンあるんですけども、こちらは自動負担ということですんで、何にもね、まあ持ってるだけでこの保険が受けれるということになります。これがね、 すごいですよね。あの、自動負担で、えー、しかも家族までの特典がある。さらに年会費は初年度無料。まあ、2年目以降は1万円かかります。ですけども、1回ね、これに、えー、こう、そういう状況に遭遇すると、3万円出ますんで、最大で。まあ、1人、1人の食事代とホテル代で3万円使うって結構大変だと思うんですけども、まあ、あの、ホテルのグレードとかをね、上げたり、アルコール飲み、飲んだりしたらね、すぐ行っちゃうかもしれないですけども、まあ、あの、 普通に食事して、まあ、まあ、普通のホテルに宿,宿泊する、まあ、家族、まあ、3、4人ぐらいまでだったら、まあ、3万円行くか、まあ、ちょっと足出るかな、ぐらいだと思うんですよね。まあ、そういう時にね、この保険があると、すごい心強いっていうことで、まあ、こちらのクレジットカード、セゾン、アメキックス、ゴールドカードは国内だけですので、えー、国内のね、旅行には、えー、対象とはなりません。ですので、えー、もしね、SFC 修行で、えー、国内に、 を利用する場合はは残念なながらら、ね、こちらは保証にはなりません次はですね、こちら。JCB ゴールドカード。この JCB のゴールドカードになると、まあ、もともと JCB ってすごい保険が充実しているって結構有名なんですけども、さらにね、ゴールドカードに上がると、さらにね、保証がガンって上がるんですよね。まあそこで、まず、これも、これもえ、年間費は1万円。で、えー、初年の無料。 やっております。初年度無料キャンペーンもやっておりますんで、1年間は無料で維持することができます。自動負担です。自動負担。すごいですよね。で、えー、金額はね、えー、2万円ってなっておりまして、先の、先ほどのセゾンアメックスゴールドカードは3万円でしたよね。こちら2万円。で、こちらのクレジットカードは、えー、本人だけ、この遅延保険っていうものが適用されます。ですので、えー、家族のね、 の特約はついてはいるんですけども、えー、この遅延サービスっていうものは、本人、本会員だけ。で、こっちのクレジットカードはですね、国内も OK なんですよね。国内も OK。ですので、えー、SFC 修行される、国内でされる方とかで、えー、そういう場にね、遭遇され、された場合ね、えー、2倍まで出ますんでね、えー、国内で SFC 修行される方はね、ちょっと一回考えてみた方がいいかもしれないですね。 で、次にですね、ちょっとこっちらでもう一個ね、紹介するんですよこちらは私持ってないんですよね。オリコザワールドカードっていう、えー、海外に特化したオリコのクレジットカードなんですけども、こちら年会費9800円。で、こちらも自動付帯となっております。 で、えー、海外の方はね、自動負帯で3万円出るんですけども、えー、国内の方は利用負帯となっておりますんで、国内利用で利用する場合は、まあ、あの、飛行機代とかホテル代とかね、こちらのクレジットカードで決済を切らないと、えー、対象にはならないです。でもね、あのー、3万円の、えー、遅延保険ついておりますんで、いいですね。うん。まあ、今回はね、えー、こんな感じで、 クレジットカード3つ紹介させていただきましたけれども、まあ、なぜね、このクレジットカードを紹介しよう。まあ、この定番でね、動画作ろうかなと思ったかというと、私も1回ね、ニューヨークで飛行機遅延って1回遭遇してるんですよね。えー、私、え、今となったですね、ニューヨーク相当行ってるんですけど、それ、ニューヨーク行った3回目いや、4回目か。4回目で遭遇したんですよね。まあに ニューヨークの1月の半ばということで、まあ、ニューヨークはね、結構1月2月ってすごい、寒、え、酸、ー、期と言われるぐらい寒いですし、雪もすごい降る時期で、まあ、ちょっと観光シーズンがちょっと、あの、人気のない時期ということで、まあ、飛行機も安かったし、まあ、その時まだ私は全然 SFC 修行とかも全然、全然知らない状態で、何も持たずに、まあ、あの、海外旅行保険もね、何にも持たずに行って、まあ、普通の保険に入っていったんですけども、で、 結局、ニューヨークの5日間で行って、えー、4日目、ホテルに缶詰1日。で、5日目は、えー、空港に缶詰みたいな感じで、結局行ってね、ニューヨークの空港に、その、最終日は、えー、雪降った翌日みたいな感じだったんですけども、まあ、高速も開いて除雪も済んで、まあ行けたんですけども、滑走路に雪がすごい残ってるから飛行機飛べませんってなって、えー、そこからね。 空港に4時、12時間いて、その後14時間半のフライト、エコノミークラスで、ね、帰ってきたわけですけども、本当に辛かったですね。ANA からね、メールク、その時ね、たまたま ANA で帰ったんですけども、ANA にミールクーポンが配られて、まあ、あの、1000円分だったかな。えー、食べてくださいみたいな感じでミールクーポンもらえたんですけども、まあ、結局ね、お店も全然開かないわけですよね。あの、もう、 アメリカ、あの、ニューヨークの州自体が非常事態宣言してるまで最中なんで、まあ、あの、JFK 空港で働いてる人も出勤できないとかもね、全然あった状態だったんで、マクドナルドが開いてて、まあ、そこでミールクーポンを使うとして、まあ、何食べるみたいな話をして、結局あれ食べよう、これを食べようって言って、レジ行ったら A セットと B セット以外出せないよみたいな感じで、そこで A セットか B セット食べたんですけども、それ本当にきつかったんですよね。 だからそういう時に、この保険に入ってると、まあもう4時間以上遅延してますから、あの、まあ、ね、空港内の、まあその後ね、あの、レストランとかで開き出したんですけども、まあちょっと時間はかかったんですけども、開き出したんですけども、まあそういうところでね、食事したりとか、まあゆっくり過ごすことも、まあできたわけですよね。もし持ってればね。っていうので、まあ個人的にはですね、 よく、えー、飛行機に乗られる方はね、ちょっと一度検討されてみてはいいんじゃないかなと思います。もしね、SFC 修行を検討されてる方で、海外発見とかをね、考えてて、ま、あその、私の動画でね、2週で簡単、2回で簡単、SFC 修行という動画を出してるんですけども、まあ、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨーク往復のクアラルンプール。で、結局クアラプ、クアラルンプールから行きと帰りね、飛行機日本から取らなきゃいけないんで、 ま、そこでね、LCC とかを利用する場合。まあ、私も LCC 利用して行ったんですよね。そのクアラルンプル東京から。で、普通に、あの、普通にすごい晴れてたんですよね。なぜか1時間半遅延しましたからね。<laughs> まあ、LCC かっていう感じですよね。それびっくりしました。あの、なんで、なんで遅れてんのかよ。あの、飛行機の、 飛行機の準備ができませんって確かアナウンスが慣れてたと思うんですけども、あの、LCC って本当にすぐ遅延するし、すぐ結航する。まあ私結構はね、本当に食らったことはないんですけども、まあ遅延はね、それでも1、まあそれは1時間半だったんであれだったんですけども、まあ、そういうのもね、結構ありますんで、まあ SFC 修行されてる方は、まあちょっと持ってた方がいいんじゃないかなって個人的には思います。いかがだったでしょうか今回はね、まあちょっと明日からね、 関東台風直撃ということで、えー、飛行機の遅延保険についてちょっとね、話をさせていただきましたけども、皆さん、一度検討されてみてはいかがでしょうか。私もね、あの、ダイヤモンド修行するってなった時のちょっと前にね、あの、この二つのクレジットカードを発行したんですけども、いつそういう目に遭うかっていうのは全然わかんないですからね。あの、一度。 あの、こういう目にあった時にね、こういう保険っていうのはすごい役立ってくるんで、えー、検討してみてはいかがでしょうか。えー、私の動、えー、私のチャンネルはですね、こういうクレジットカード、えー、ニューヨー、えー、ANA、AN マイルに関すること、えー、クレジットカードですね。あと、お得情報とか、私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかをね、この動画で、えー、このチャンネルでさせていただいております。もしね、よかったらチャンネル登録と、この動画、もし役に立った方は、いいね、よろしくお願いいたします。えー、それではね、 また次の動画でお会いいたしましょう。私、ブログとツイッターもやっておりますので、もしよかったらね、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、今回の紹介した3つのクレジットカード、えー、私はリクマイラーですよね。ポイントサイトに案件があるかっていう話をね、最後にさせていただくんですけども、自分で調べてください。<laughs> まあちょっとこれがね、理由もちょっと言えないんで、自分であの、ドコトクという、えー、サイトの URL を 概要欄に貼っておきますんで、ご自身で調べてもらって、えー、ポイントサイトに案件があるかね、見てもらって、もしあったらね、ぜひ利用して発行されることをお伝えします。それではね、次の動画で、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。